順議会議の開催場所順議会議は、1935年1月15日から17日までの3日間、貴州省順義県で開催された中国共産党中央政治局拡大会議。この会議によって、毛沢東の軍事指導権が再び高まった。国民革命軍の第5次が濃い層によって、中華ソビエト共和国構成中央ソビエト区を、 放棄して調整を余儀なくされた皇軍は、毛沢東の提案によって、国民革命軍の手薄な奇襲省へ移動、1935年1月北部の中規模都市である十義県に入り、県庁の琵琶橋にある奇襲軍25軍西市長、柏明翔の邸宅を占拠した。ここで10日間泊まり、本館2階の客まで今後の方針会議を行った。この邸宅は、 敷地面積が1万平方メートルを超え、中庭を囲むように建物が建てられている。この場所は1961年に第一回指定の全国重点文物保護単位となった。毛沢東、朱徳、沈雲、周恩来、張文天、広志高岡省、東発、劉昭旗、外裔高東昭平劉白省、李夫春、林氷、城久市至る、る宝徳会、 要唱婚、離択前、離徳、通訳後納む県沈文が書き記した、順議会議政治局拡大会に伝達悲下げ綱、によると、以下の決議が行われた。毛沢東を中央政治局常務委員に選出する。長文典に決議を起草させ、常務委員会に委託して審査した後、支部に送って討論する。常務委員の職務分担をさらに改める。 党の最高権力集団である三人団を解散して取得と州恩来を軍事指揮者とし、州恩来は党内で委託された軍事全般について最後の決断を下す責任者とする。この会議でヒロフルラソ連留学組中心の指導部は失脚し、州恩来を軍事の最高指導者、張文天を党中央の日常業務の責任者とする新指導部が発足した。 しかし、まもなく週本来は、毛沢東に最高軍事指導者の地位を明け渡し、毛沢東が党内の実権を掌握していく。この期間、皇軍は調整中であり、すべての中国共産党指導者が会議に参加できたわけではない。このため、中国共産党内部でも準備会議の決定事項に対しては疑義を唱えるものも少なからず存在し、調整終了まで、 若干の混乱を残すことになった。1985年1月、中共中央投資資料を進む衆議院会、中央弾丸官編、順議会議文献が公開発行され、中共中央の敵の第五次、包囲討伐反対に関する総括決議陳賃運、順儀政治局拡大会議伝達被下げ図な,などが収録された。中共中央の敵の第五次、 行為討伐反対に関する総括決議の当時のアブライン版テキスト冒頭部分の写真も収められている。これ以前にも準議会議決議は6代以来引く党内秘密文献などの内部発行資料集には収録されていた。ありがとうございます。